In the next room, there's a large vortex of energy. It's the power source that binds this world together. I think I can use it to escape, if my alchemy is good enough. You should do the same, if you know how. If not, then, sorry, find another way out? Either way, good luck and goodbye. In the next room, there's a large vortex of energy. It's the power source that binds this world together. I think I can use it to escape, if my alchemy is good enough. You should do the same, if you know how. If not, ループのバグに入れ込むのかな。あー、ちょっとルートが遠すぎるのか。遠すぎるはあるな。これ今これ右下に置いてんじゃん。でこれでこっちの世界に入ったったら、あれは右下におる、右下におるんや。だからこの
これ自体は緑のモヤモヤなんだよな。あれを、あの箱を この部屋まで持ってこれたら、ここで無限ループかますみたいなことができたら嬉しいのかな。出口これでしょ。代わりにあの箱を持って行ってみて、あ大丈夫か、あ大丈夫か、これあれを持ってこないといけないじゃん。今落としちゃダメだ。今落とすのは失敗だった。左上に出てくる。でもそこからだと物は一つだけしか持ってけないんですけど、いずれあの部屋に行くにはまあ一個しか持ってけないよな。この箱をあの部屋に置いたらなんか面白くなる。でもこの箱がループして持ってくのはあくまでここやねんな。矛盾発生ができるのかどうか。これ戻るとどこだっけ。ああこの部屋か。この部屋に戻った方が面白いのかな。ここで、でもこっから上に行けないやんな。この部屋入ればいいのか。これに入るとここに来れる。1回だけね。1回だけか。ループにならんな、それって。ループ箱を持ってき、ループになる。ちょっと待って、だけだからループのバグにはならないな。バグるにはこの位置保存した箱を関係ない部屋に持ち運ぶことでバグらせる。だけどその位置保存のバグをやろうとすると、この箱がもう一個いるんやな。緑じゃない、そもそも入るための箱が一個必要になって、戻れないもん。
でもう断絶ですからね。血が動くわけでもない。まあ多分ダメでしょうね。これは何がやりたい。さっきと同じや。何もループできない。違うだろうな。簡単すぎるな。何がやりたい、口癖になっちゃってますけど。一旦この部屋で下に落としちゃった緑箱を回収することってもう無理では。もうそれができないと鍵が開かない。違う部屋は鍵こそ、鍵こそ手に入るが、箱は一つ。ここも石だけ。なんか面白くそうになるのはここだけやねんな。この箱か。この箱のこと考えてなかった。この箱を持ってこれるのか。持ってこれるのか。最終的に戻らないかんのよな。だとこれを下に下ろしてたらもう戻れないから、こうすると。この箱はすごく貴重な箱なんだけど、
でおしまいだ。ここでおしまいなの？1ループいかないや。でもここの箱はめっちゃ使いたいな。箱取って箱取って戻るのかな。開けるじゃないですか。1ループでいいんだっけ。下ろして、出て、入って戻れないんだよ。右下に出ちゃう。入った世界で鍵を開けるのが NG か。でもここに戻るんだよな。ここに戻ったら何もできないんだな。最初のところまで戻っていきたいけど、落としたら戻れない。最初の箱は使わないのかな。じゃあしまうでしょう。1個だけでしょ。この箱、この世界は何回でもこの箱を生み出すことができる。1ループ入れた。けど、本当はこれがいい。こ
ここに来てもメリットがないよな。ここに来てもメリットがないのが悲しいな。そもそもこの部屋経由だったら別に戻ることができないですからね上で、上で箱を準備してそっから戻る。どういうこと？この箱をここまで持ってこれた。出てきて、あ、でも上から出てくるとあれって、あ、いけるか。こっから入ると1回ループできました。でループの途中にこれを経由してあげたいのかな。これはここにこう持ってきて、ここで入るとさらに違うところに行けたらいいな。違うか、ぐるーっとこれ持って回ってあそこに入るじゃん。であそこに入って、いやー、あそこに入ったら行き止まりでしょ。で行き止まりの部屋にこれを置いたとしても、これの行き先が、これの行き先がないんだよな。この箱がなんか別の箱を生んでくれれば、別の箱を生んでくれる。ここ、これはなんかとても使う気もするんよな。これがあれば、これを持ってきて、そっからまたあそこにループできるんやけど、だけど整合性の取れたループにしかならないっていうのがずっと思ってるところなんですよね。これで1ループしたとて普通に戻れちゃうし、前の部屋に普通に箱があるから、箱の状況を破壊できるのはあいつ、あのモヤ箱なんだけど、モヤ箱が活躍せん。ここまで持ってきちゃうと、あれ単体ここまで持ってきちゃうとちょっと意味がないよな。
か。これやってればなんかループできてる気がする。こうするとまたこうなってんじゃん。でこれをこの子に持ってきて置くじゃん。でこのもや経由でさらにどっか入るじゃん。じゃん。で一旦もやを経由してここまで来てるわけよね。となるともやを捨てて戻るとバグるんでは。こう戻る。来たぞ、なんか来たぞ。こんなの持ってきちゃったぞ。This is why you should have chosen boxes or keys.これ赤い水は緑が消える水やな。あ、ここにあの緑のモヤモヤを入れたらあのエネルギーが消えるんじゃないか。そういうことか。そしたらあの緑のモヤモヤをここに持っていくのは簡単じゃん。これをあれすればいいんだわ。あれ、それはそれでやれるけど、どうする？持ってってまあ一回やってみるか。石を持ち運べなくなっちゃうんだよな、それやると。もうやっちゃったから。石がいるだろうけど仕方なし。これをこうして、これでどう？されたのかな。エンディングまで出てきたってことは生かすよな。あ、これシェーダーでドット絵っぽくしてるのか。普通のホワイトクリスタルステージになってたっていうのもなんかすごいですね。と天才やな。これ今まで解いたステージかな、空いてんのって。なんか変なのあるけど、あれジャーじゃん。ジャーが置いてあるよ。お、ザハトロニクス。浮いてる。感動しねえ。このエンディング地味すぎる。大変地味なエンディング。曲もだしね。Thank you for playing。 一応のエンディングっていう感じね、これ。それによってなんかあった？どこだっけ？ボイドの、お、なんか出てる。あ、ジエンド。これはあれか、スタッフロール。なるほどね。なるほど。エンディングは見れました。ただまだまだステージは続いてます。ここのシーン好き。ではまだ続きます。難しくて。でもな、極力ギブアップはしたくないんだよな。まあ今の自分の
そのなんだろう、動画編集とかでこうカットして溶けたところだけ流すみたいなことをやれば別にいくら撮っててもいいんですけど、垂れ流しのスタイルでちょっと YouTube アップしているので、なんかこう詰まったところであまり詰まり続けるとね、録画時間がすごいことになるよねっていう、まあそんだけの理由なんですけど、30分考えてもダメだったらちょっとパスしてまた宿題みたいな感じでやっていこうかな。ババイズユーの時も割とそういうやり方をしていた。結果的になんかどのステージをどこで解いたのかが分からなくなるっていうデメリットが、大変大きなデメリットがあったんですけど、しかもこっちはババイズユー以上に、なんだろう、ステージ自体の見た目はほぼ変わんないじゃんどの箱見ても辛いと思うな。またあれかな、レベルはどの動画でクリアしてるかっていうマッピング一覧をスプレッドシートで作ろうかな。はい、なんかエンディング2回見ちゃいましたが、今回は以上です。